国道309号線への迂回を促す看板、小南峠水道、小南峠、開けた場所よりの長望小南峠は、奈良県吉野郡黒滝村、天川村との村境にある峠。現在は、奈良県道48号道川下市線の小南峠水道が、峠となっているが、水道ができる以前は、現在より東へ650メートルほどの場所にあった。 小南峠水道は、現役の素彫りのトンネルである。道川温泉などがある、天川村道川と、北に位置する、黒滝村を結ぶ最短ルートであるが、黒滝村自都から、小南峠水道を経て、天川村道川に入った約8キロメートルは、離合困難な一車線の強路が続いている。特に、黒滝村川では、最初、 谷川沿いの低い場所を走るため、雨が降った後も道脇からの流水があったり、また山へと登ってゆく道は、溶壁のない区間が多く、木々に囲まれ、また北斜面ということもあり、日光が入りにくく、全般的に見通しが悪い。天候の荒れた後などは、石や枝、枯葉などの落下物が落ちていることが多々ある。一方、天川村川は、水道より、 1> 約 1.4km ほど、離合困難な一車線の強路で、カーブが続くものの、黒滝村側に比べて緩やかで南斜面ということもあり、比較的明るく走りやすい。峠までの距離も黒滝村自徒から水道まで、約 6.6km なのに対して、天川村、道川流泉寺から水道まで、約 3.2km しかない。 これは国立村寺湖付近が標高400メートル前後なのに、大志天川村道川付近が標高830メートル前後と、高低差があるためである。ちなみに小南峠水道付近は標高1050メートルほど。両側の峠道へと入っていく付近には整備された国道309号線への迂回を促す看板がある。国立村寺湖からは遠回りになり、 時間はかかるが、悪天候時、またその直後や凍結、降雪などが予想される場合は迂回した方が安全で確実である。またこの峠は12月中頃から冬季通行止めとなる。大阪方面や奈良方面から道川温泉へ向かう場合も、国道309号を南下するのが良いが、カーナビがこの小南峠経由を指示する場合があるので注意が必要である。 なお、道川へは、川上村の道の駅杉の湯川上付近から、高原道川林道を経由するルートや吉野山、金布神社付近からの吉野大宝林道もある。共に五番関トンネルを通過して、道川に入るルートであるが、あくまでも林道である。天川村の道川は、大峰山、山上が竹への登山口であり、夏季には、門前町として、古くから賑わっていた。 三景道として、江戸時代から、ある三条街道は広橋峠で、入天川街道から分かれ、宝射峠、読し峠、小南峠を越えて、道川へ至る最短ルートであった。もともとは、主元者が三条が竹からの帰路に利用することが多かったというが、道川と国立、歌詞を結ぶ、生活道として使われていた。その三条街道の最難所が、 小南峠であった。小南峠の名称の由来は、金峰山寺、座王堂より南に近い場所にあるため、そう呼ばれたとも伝わるが、この他に米投げ峠の伝承がある。あまりにも、苦しい峠道なので貴重な米すら投げ捨ててしまう、米投げが点火し、小南となったものである。この米投げは、道川へ入る最後の難所であり、皇帝も長い小南峠では、 左髪に疲れ、歩行不能になった者も,も多かったことが伝承の由来かもしれない。1901年に、道川住人の熱望により、有志が1万円をかけて、小南峠水道が完成すると、牛や馬車が通れるようになった。道川につながる道で当時に車が通れたのは、山条街道だけであり大いに賑にわい、小南峠に至る山条街道沿いの川とは、 黒滝村の中心地となっていた。しかし笠木峠、切り抜け峠を通るニュー天川街道が整備され天川村、河合まで自動車が通れるようになると、河合から阿部峠を越えるルートが主に利用されるようになり、地蔵峠、小南峠を越えるルートは整備が遅れた。また、かつての三条街道を自動車が通行できるようになるのは遥かに後年で、 読みし峠は1984年、放射峠は1994年にトンネルが、開通するまで自動車道は建設されなかった。小南峠の黒滝村川の中原には、松が茶屋跡があり、国土地理に位置、2万5000地図にも記載されている。小南峠は、山頂参りの人々に利用されてきたが、大正時代末頃からどうかはえ、笠木峠経由で、 バスが通ずるようになると、次第に錆びれるようになり、現在はその跡地に石碑と廃屋が残るのみである。碑文によれば、安永9年から昭和48年までこの地には、縁の行者像を安置した道具があったという。茶屋が繁盛していた。明治の頃は、くず湯、冷やし、コーヒー、ラムネ、サイダーが出されたという。松が、茶屋は、下市からは、徒歩で4。 5時間ほどで、この茶屋で、持参の弁当で昼食をとったようである。この際数人のグループの場合には、茶代として10銭から20銭ほど置いて行ってくれたと、いう。また茶屋は、荷車と飛脚との中継所としても使われた。この他、松が茶屋から数百メートルほどを登った場所に、国見茶屋があったという。元は、旧峠近くにあったものが、 トンネルへの振動ができると、旧峠道と振動との交差する四つ辻まで、下ってきたという。現在は、木が多い茂り長房は望めないが、国見の名にあるように一円を望むことができたようである。秋文社、山と高原地図、大峰山脈。地図では、黒滝村側へ降りる道は記されているが、天川村側へ下る道は描かれていない国土。 チリーン基準点成果統越欄サービスアーカイブド2010年7月15日アットザウェイバックマシン4等三角点基準点コード TR451 億3536万6801点名寺と標高408.19メートル国土チリーン基準点成果統越欄サービス4等三角点基準点コード tr451 億3537万1 0 0 1点名、道下は標高、833.74メートル、奈良県の近代海散、奈良県近代海散総合調査報告書、奈良県教育委員会、平成26年3月、147ページ。国流村市天川村市国土地理院、2万5000分、一地形図の読み方、使い方系斜道。 ありがとうございます。